皆さんこんにちは、友廣孝之です。野球で故障を抱えた患者様に対し、故障部位の動きをスムーズにより良いパフォーマンスを導くテーピング法を動作別にご紹介いたします。これは故障の予防にも期待のできるテーピングです。今回はピッチング時に肘の内側が痛む方に対するテーピング法をご紹介します。多くの場合が野球肘と呼ばれる内側上顆炎が痛みの原因です。内側上顆、縁海内筋、内側側副靭帯という肘の内側の部位をサポートしていきます。5センチ幅のテープを2本使用します。この貼り方は私が考案したオリジナルのテーピング法です。事前に二頭筋の大体真ん中ぐらいから前腕の真ん中ぐらいまで採寸しカットしておきます。テープは四隅を切り落としておくと剥がれにくくなります。1本目のテープを貼っていきます。まずは軽く肘を曲げた状態で二頭筋の真ん中あたりからスタートします。肘の内側の内側側副靭帯を通るように乗せるようにテーピングを貼っていきます。前腕部のだいたい真ん中ぐらいまで全体をしっかり押さえます。2本目、事前に三頭筋の真ん中あたりから先ほど同じように前腕部の大体中間ぐらいまで採寸しカットしておきます。ではテープを貼っていきます。大体三頭筋の真ん中あたりから貼り始めて、肘の内側内側の側副靭帯を通って縁海内筋に沿って貼ります。テーピングとテーピングがこう交差するような形で貼ります。全体をしっかり押さえて完成です。